ラロシェルの海戦は三百七十二年六月二十二日と二十三日にフランス西部の海港ラロシェルの沖で起こったカスティーリャ艦隊とイングランド船団の戦いである。フランス軍の包囲下にあったラロシェルのイングランド軍をカスティーリャ艦隊が破った。イングランド船団をすべて打破したカスティーリャ側の干渉だったがイングランド海軍は急速に再建して力を取り戻し、 しばらく、フランス沿岸を脅かすことになる。エドワード3世1337年に、英仏間で勃発した百年戦争は、当初は、クレシー、ポワティエなどで、イングランド軍が、フランス軍を圧倒したが、1364年に、フランス王シャルル5世が即位すると、フランス軍は徐々に体制を立て直した。 これに対しイングランドをエドワード3世は1372年、イングランドが支配するフランス南西部のアキテーヌ公国に着任したばかりのペンブルック・ハク・ジョン・ヘイスティングスを司令官として、フランス本土への本格的な侵攻を計画した。アキテーヌに対するフランスの圧力は強まっていた。1370年以来、ロードの大部分がフランス軍の手に落ちており、 1372年には、フランス軍司令官ベルトラン・デュー・ゲクランがラ・ロシェルを包囲した。1368年に結ばれたフランスとカスティーリアの同盟に応え、カスティーリアをエンリケ2世はアンブロシオ・ボッカ・ネグラ率いる艦隊を派遣した。カスティーリア艦隊の規模の詳細は分かっていないが、14世紀のカスティーリアの歴史家、ロペスデア・ヤラワが冷戦12世紀としている。 ネーデルラントの年代記作家フロアサールは、ガレー戦13隻としている。ラロシェルの回戦。15世紀の年代記のミニアチュールより6月21日、イングランド軍の戦団がラロシェルに到着し、ペンブルック博の艦隊が港に近づくと、湾の入り口付近で戦いが始まった。カスティーリャ艦隊の攻撃に対して、数で劣るイングランド艦隊は激しく抵抗し、 夕闇が迫って、潮が満ちると両軍は分かれた。フロアサウルによると、イングランド艦隊は2から4隻を失ったものの、打ちまかされてはおらず、一旦陸地から離れた。一方のカスティーリャ艦隊は、ラロシェルの前面に停泊した。どうや、ペンブルックは爆漁らとカスティーリャ艦隊をどう突破するかを議論したが、結論が出ないままに潮が引いてしまい、イングランド艦隊の多くが座礁した。 カスティーリャ艦隊のが冷戦は浅瀬でも自由に航行でき、これが決定的な差となった。翌朝、戦闘が再開すると、カスティーリャ艦隊は座礁したイングランドの艦船の甲板やつなぐに油を撒いて、火ヤを放ち、焼き払った。多くのイングランド兵が殺されたり生きたまま焼かれ、ペンブルック吐く始めた数が捕虜となった。カスティーリャ側の鹿によると、イングランドの捕虜は、 騎士400人と8000人の兵士だったという。イングランド側の資料では、戦死者800人、捕虜160から400人とされている。イングランド艦隊は壊滅し12000ポンド相当の財宝がカスティーラ王国の手に落ちた。ラロシェルは100年戦争におけるイングランド軍の初めての海戦での敗北となった。 この敗戦が百年戦争全体の流れに与えた影響は大きく、ラロシェルは9月7日に陥落、エドワード三世による大規模なフランス申請も延期された。イングランド艦隊を再建するため、国内では14の都市がフル稼働したが、それでも1年を要した。1373年4月、ようやく再建されたイングランド艦隊は、ポルトガル遠征を行い、 成功を収めた。ありがとうございます。